この試合は激しい試合になるだろうという話をしていました。まあ、特に球際に対しては激しく来るのがこのヨルダンの特徴の一つです。まあ、ヨルダン代表を率いるビルキンス監督も日本が、まあ、楽しむようなサッカーはさせたくないと、日本を苦しめたいんだという話をしています。